はい、皆さんこんにちは。 BMC の吉澤陸です。本日もですね、先日に引き続きまして、じゃがじゃん、はい、筋トレをしても筋肉がつかない理由、まあ、筋トレ頑張って続けているけれども、なかなか思うように筋肉つかない、重たいものが持ち上がらない、サイズパンプアップもしない、そういう方ね、いらっしゃると思うんですよね。12個の項目で、説明させていただいてます。まあ、前回の前編で1から6までの、まあ、筋肉がつかないであろう理由をご説明させていただいたわけなんですけども、本日は後編としまして、残り、6つ、6個の、原因、筋肉がつかないと思われる理由についてお話しさせていただきたいと思います。まあ、ズバリこちらに書いている通りなんですけれども、まず一つ目、あ、もう前回で、ね、1から6まで出ましたんで、まあ、7番目が今日の一つ目なんですけどね。7番目、まあ、強度が適正でない。強度っていうのは重さのことですよね。やっぱりあの筋肉をねつけたいと思うと、やっぱ重たいものでやらないと、頑張らないといけないっていう風に思いがちなので、ちょっと無理をしている方が多いんですけれども、やっぱ重いものを持つと筋肉刺激が、ね、受けやすいっていうのはありますけれども、やっぱ効かせるべきところに効かずに、体の反動を使ってしまったり、まあ、共同筋といいまして、ね、主に使わないといけない主導筋、まあ、主導筋っていうのはそこを鍛えたい、大きくさせたいところになりますけれども、共同筋って補助的に使っても働いてくれる筋肉ばっかりをこう意識してしまうっていうことがやっぱり起こったりするんですよね。ですからそういう方はですね、もう例えばアームカール一つにしてもですね、まあ私6キロ10キロでやってますよ、でけれどもですね、実はもう3キロぐらいでゆっくりやった方がね、本当につきたい、ついてほしいと思う部分が意識しやすいということもありますんで、ね、あとはそのスクワットするにしても高負荷を使うてしまうとですね、重たいのを使うとやっぱ血圧がぐっと上がってしまいがちになるんですよね。でそうすると本末転倒で、やはり体が不自然な状態になるっていうのは、あんまりその後の回復、筋肉が肥大しにくくなってくるしまうんですよね。なのでもちろん一時的に必ず運動すると、特に筋トレすると血圧っていうのは上がってしまうんですけれども、これ年齢的なものであったり血圧の問題もあったりします。普段から高血圧って言われてて、薬飲んでるとか高負荷でやると、これあの心臓に負担がかかったりもしますし、活性酸素って言って、まあ、血管内を錆びさせるものが発生したりしますんで、効率よく筋肉をつけてくれなくなってしまうんですよね。ですからもう本当にフォームが正しくないといけないというのは前編で出ましたけれども、筋肉が意識しやすい重さを使っているかどうかっていうのを見直していただきたいんですね。はい、で、8個目、スピードが適正でない。やっぱりですね、筋トレ好きな方は効かせるっていうので、こうゆっくりゆっくりされる方もいらっしゃるんですけど、やっぱスポーツの補助トレーニングとしてされている方ってもうガッチャンガッチャン早くやるんですよね。まあ、あの速い動きが必要なスポーツであれば、そのトレーニングも実際は必要にはなってくるんですけど、今は筋肉をつけるっていう部分でお話してますんで、速いことばっかりやってるとですね、もう実は反動を使ってしまってて、そこは効いてない、意識ができてないっていうことが考えられますから、ね、もう思いっきりゆっくりやってみる、まあ、スロートレーニングっていうのもあるんですけれども、スロートレーニングっていうのは重たいものをガチャンガチャン早くやるよりも、軽くてもゆっくりやると脳が、ね、あ、これ重たい負荷を持ってやってるんじゃないかっていうふうに勘違いしですね、あの筋肥大させる効果っていうのは早くやるのと変わらないっていうのがスロートレーニングっていう理屈であるんですけれども、早くやってていつもつかないんだっていう方は一度スピード変えてみてください、ね、これ大事ですんでね、はい。で、9個目、毎回同じトレーニングである。まあ、男性なんかは非常に多いんですね。ベンチプレスやって、スクワットやって、まあ、アームカールやって終わりみたいな感じで、まあ、悪くはないんですけれども、例えばですけれども、まあ、胸をトレーニングするベンチプレスをやってます。何もやってなかった時から比べると2ヶ月3ヶ月もすれば、ね、パンプアップしてきて胸の形も変わってくると思うんですけれども、ある時期からね、全然こうサイズも変わらなければ持ち上げれる重さもね、全然増えていかないということが起きてくると思うんですね。
これ壁にぶつかるのは何でもあると思うんですけど、これは同じ筋肉をしても、例えばベンチプレスとか胸の筋肉、大胸筋になるわけなんですけれども、胸のトレーニングっていっぱいあるんですよね。フライ系であったりとかですね、もう同じ筋肉でもこう角度を変えて刺激を変えて行う。例えばベンチプレスしかしてない人がダンベルプレスもやってみる、ダンベルフライもやってみるっていうような感じでですね、同じ部位にしてもですね、まあ、トレーニングの方法を変えてみる、ね、と、やっぱそのそうですね、まあ、ダンベルしか使ってない人は自重もやってみるとか、ね、そうですね、メディシンボールを使ってみるですとかね、まあ、刺激を変えてあげると今まで発達しなかった部分っていうのがこう刺激されて筋肉が増えていく、大きくなっていくっていうことができる可能性もあります、はい、そして10個目、オーバーワーク。これはですね、もう簡単に言えばやりすぎっていうことですよね、まあ、使いすぎ症候群っていう言葉もあったりするんですけれども、やっぱり運動の後っていうのは栄養と休養が必要になってくるんですよね。で、運動ばっかり続けてて休養する時間がない、要するに回復する時間がない、超回復って言葉聞かれたことあると思うんですけれども、言ったら筋肉ってトレーニングで痛めつけてるわけですよね。で、次来る刺激衝撃のために丈夫に太く強くなっておこうっていうのが筋肥大、筋肉が大きくなるっていう仕組みですから、やっぱ人間の負けず嫌いの性質をうまく利用しるのが筋トレなわけですよね。ですから回復する時間を与えてあげないと疲労する一方なんですね。逆にやりすぎっていうのは筋肉細くなってしまいます。類想するみたいな言い方するんですけれども、細くなってしまいますんで、毎日やらないとなんか気済まない、私もそうなんです、けれども、やりすぎるとですね、もう逆に効果が下がってしまうということがあるっていうことですね。まあ、これはもうトレーナーにね、自分はやりすぎてないかって確認してもらえばいいと思いますね。自分で判断できない方は、はい、次でですね、睡眠不足、ね、やっぱ睡眠は何に対しても重要なものであるということは、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけれども、やはり寝ている間にいろんなものが回復されます、ね、傷ついた部分っていうのが修復されていく時間が睡眠ですから、やっぱこの睡眠時間が短い、ね、短いだけじゃなくて質もそうですよね。もう眠りが深くない浅い状態であると、やっぱりこれはですね、筋肉が大きくなることはないんですよ。なかなか成長しませんので、しっかり睡眠をとっていただくってことが重要です。もう最低でも6時間から8時間ぐらいはとった方がいいと思います。私高校生の時にボディビルジムに行ってたんですけどね、西村北口の、今もないんですけども、そこの先生は7時間寝なさいっていうふうにおっしゃってました、はい、で、最後ですね、目標がない、ね、これは現状維持ですとか、そうですね、まあ低下しないように、これも立派な目標なんですよね。じゃあそのためにはどうすればいいかっていう明確な、計画っていうの、行動指針が必要なわけですよね。ましてやこのパンプアップ、筋肉をつけたいっていうんであれば、じゃあ胸囲であれば、腕周りであれば、太もも周りであれば、何センチ太くしたいの、ね、もしくは最大筋力っていうで1回しか上げれない重さですよね、これ何キロ持ち上げれるようになりたいんですかっていう、やっぱ目標がないとですね、トレーニングも考えようが実はないはずなんですよ。例えば筋トレ教えてくださいって私も言われても、筋トレ教えるって何よってやっぱ思ってしまうんですよね。やっぱり明確なほど、やっぱ2ヶ月以内にベンチプレスで80キロ持ち上げるようになりたいんです、いやもうちょっと大きく胸大きくしたいんですではなくて、脅威を今ね80しかないです、まあ今年中に85センチまでにしたいんです、ね、っていうふうに言っていただいて、そして週に3回来れますよ、週に2回筋トレできるんです、1回しかジムには来れないですけど家では週3できます的なことを言っていただけると、明確に具体的なアドバイスと指導ができるんですよね。これなんとなく続けるっていうのもありといえばありなんですよ。何も考えないけど適当にこうやってるけどついてるな、そういう方はもう目標を立てる必要はないですし、目標を立てたばかりになんかやらないとダメ、やらなあかんって言ってプレッシャーになってしまうような方も目標を立てなくてはいいとは思うんですけれども、私はこれないとダメだと思っています。何事に対しても目標があるから、目標って夢ですよね、
計画を立てて、そして行動するから結果が出る、成果が出るっていう流れになるはずなんで、何のためにやってんの、何のためか分かんないけどとりあえずやってんねっていう方はですね、まあ、現状維持では入れますけれども、今よりも良くなるっていうことが果たしてあるかというと、そんなにないと思うんですよ。ある人はもう万に一人だと思うんですよね。ですからもう本当にまあスポーツの補助として筋トレをやっているとしてもね、この重さ10回しかもう上げれないんで、もう15回持ち上げるようになりたいんだ、ね、あと5キロ重くしたもので持ち上げるようになりたいんだとか、ね、そうですね、もう本当に腕のサイズ足のサイズをこんだけ太くしたいんだ、ね、っていうような、具体的な目標を作っていただいた方が頑張れるのではないかなっていうふうに思います。はい、前編で6つ申し上げました。前編はほぼほぼ同じような内容でしたけれども、後半はですね、もう、まあ、どれも同じようなことをね、被るような内容もあるんですけれども、ぜひもう一度見直して、ぜひ筋トレをやってみてください。